どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングは宇多田ヒカルさんの One Last Kiss。 この曲はあの話題の映画シン・エヴァンゲリオン劇場版のテーマソング、思いっきりウクレレで奏でていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ショートカットアレンジでお届けします。後半はそこにかっこいいリズムですね。これはほんとこのエレクトリックドラムミュージック EDM のこのブンテクブンテク、このビート感、これをウクレレ1本でどうやって出すか、その辺もちょっとねご注目ください。2バージョン最後までご覧になってください。そしてあのエヴァンゲリオンのムード高めていきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね聞くのもいいですけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器諦めてきたとか、私やりたかったんだけどきっと不器用だから無理だなみたいな皆さんがですね、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあります。はい、もうちょっとしたらそのプログラム、ここにねリンクを貼っていくんですけど、これリンク先行ってもらってですね、 YouTube 動画を上から見ながらウクレレ触っているだけで本当どんな人でもあっという間ですからね。でこの動画を見てですね、今もう世界中の方がもう何万人もガズレレ動画でウクレレ音楽始めてます。YouTube ですから無料、今すぐ始めましょう。ここですよ皆さん、いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたもう世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がね、このウクレレ、ちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もうすでにアップロードされております。今日みたいなアニメソングもめちゃくちゃいっぱいあります。アニメソングのリンクここに貼っておきます。ぜひここもご覧になってください。それでは行ってみましょう。シン・エヴァンゲリオン劇場版のテーマソング One Last Kiss、 ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。 1, 2, 3, 4. 初めての風の跡を追いかけた。
眩しい心せーの、ワンラストケース、ガズレレリー超シンプル簡単バージョン、ゆっくりですけどやってみました。いやー、この独特の世界観、ちょっとこう空虚な感じで、寂しげなんだけど、こう浮遊感がある、ふんわりしたような、ほんと独特のね、この世界観なんですけど、思いっきり歌っていきましょう。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナル、ショートカットアレンジでお届けしております。主に2番とかね、感想の部分を省いてるんですけど、2番やってみたい、フルコーラスでやってみたいなという方、今やったところもうね、これ、コード足していって、2番の歌詞とか書き足すと、大体ね、これ、フルコーラスの楽譜完成できると思うんで、もしフルコーラスやりたいと思った方は自分でね、楽譜作ってください。ムードはこれでね、十分出せると思いますんで、はい。そしてですね、今のね、シンプル簡単バージョン、ガズレレの演奏と一緒に、YouTube と合わせて、なんとかそこまでできるようになってください。ゆっくりでいいんでね。はい。そしたらね、そこができた方、おめでとうございます。はい。次のステップがでもあるんですよ。その次のステップとは何かというと、今度は皆さんお一人だけでやってみる。YouTube と一緒じゃなくて、一人だけでリズムを生んで、歌を歌って、これやってもらいたいんですよね。その時やっぱり最初はさすがに、やっぱ楽譜とかあった方がいいかなと思うんですけれども、じゃあその楽譜をどうやって手に入れようかという話になるんですけど、はい。今ですね、このノート見てください。このノートを見ながら今の演奏をガズしました。で、このノートをこうやって今から画面に映して、こんな感じで書くのはどうですかというふうにシェアするんですけど、ちょっとその前に、この今画期的なサービスがあります。これです、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のワンラストキスを含むガズが書いて書いて書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜のストックリストの中から、毎月5曲皆さんがやってみたいなという曲を毎月5曲ねダウンロードしてすぐに練習できるというね、画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね、1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくこのアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間、同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。そしてこれ、幻冬舎大学とガズレレコラボの、講座の募集が始まりました。ちょっとこの辺のこと、概要欄に貼っときますんで、これもねなかなか面白い企画です。幻冬舎です。出版社の幻冬舎さん。これでですね、なんかこう、今まで音楽を知らなかった方が、知ってくれるきっかけになればなというふうに思って、この新しい講座を始めますので、見逃せません。こちらもチェックよろしくお願いします。One Last Case、宇多田ヒカルさんです。はい、エヴァ。はい、新エヴァンゲリオン劇場版のテーマソングでございます。はい、これまず、イントロですね。こうやって聞いて、ちょっとね、ここに注目。くるっと囲ってコードがちょっと違うのかって、これ F メジャー7って書いてあるんですけど、かっこいいバージョンでは、下のコードくるっと弾くのを使いますよということとか、ここにくるっと囲ってちょっと字が汚くて申し訳ない。3連の16ビートって書いてあるんですよね。この辺のことですね、あとかっこいいバージョンではこういうの弾いていきますということです。これかける2なんで、前奏これ2回繰り返して、ちょっと間を空ける。これがキーポイントですね。デモ演奏を見ていただくとわかると思います。ここもこんな感じでコードが変わってる。つまりね、かっこいいバージョンでは、さっきやった、今やったシンプル簡単バージョンで F のところ、このコード全部変わっていきますね。そこをご注目ということで。じゃあこれ映していくんで、一時停止でメモっていただくか、動画のテロップを一時停止していただいてもいいと思うし、先ほど紹介させていただいたガズクラブでこの楽譜そのものをね、手に入れていただくのもすごくおすすめです。これパッと映していくんでよろしくです。はい。
ほい。これガズレレオリジナルアレンジですんで、そしてここまでは、1番やって、感想があって、本来ここに2番が入ってくるんですけど、ここからこうブリッジパートみたいなところに突入していく、いくよというふうにアレンジしました。はい。ここも伸ばすとかね、テロップにも書いてありましたけどね。はい。こんな感じです。曲っていうか、ね、コードはシンプルですけど、このムードね、歌の雰囲気とかムードとか出すの結構ね、聞き込んで、なんていうかな、言葉のタイミングとか掴むの、大事だと思いますんでね、やってみてください。で、あ、そうだ、これ言っとかなければいけない。ここちょっと見てください。こっからここまでってこのワンブロックこの大きさで来たんですけど、ここですね、あって歌詞がなかったんで、ここだけちょっとね、スペース削減のためにこれ、ワンブロックがちっちゃくなってますからね。はい。この大きさが、ここにこうなってるということでございますね。本当はここ2行分ですけど。はい。ここも最後のところ、ここそういう風になってますからね。この、太く、マークがついてるところはこれ、2ブロック分ですね。ここでいうところ。まあ見ていただくとわかるかなとは思うんですけど、はい。こんな感じですね。で、ここ最後、また一言こう歌が入る。最後のエンディングのこの歌を入れて、そしてこう終わって、最後のラストはこのコードをこう伸ばして終わったというのがガズレレアレンジになっております。はい、じゃあ出てくるコード解説していきましょう。この赤く囲ってるやつが後半に出てくるかっこいいバージョンで使うコードなんで、まずひとまずちょっとこれを隠させてもらって、今映ってるコードですね。つまりだから 1,2,3,4,5,6,7 個のコードということです。C と Am と F と Dm,G7、E7,Em7。はい。この7個のコードはですね、皆さんご安心ください。ガズレレでは毎度おなじみのもうめちゃくちゃ入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのはですね、一体何かというと、ウクレレで音楽を始めようかなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループ10個。入門コードなんで、押さえるのはすごく簡単なんですけど、10個いっぺんに覚えようとなるともうね、なかなか頭混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう動画を撮ってます。ここにリンク貼っています。この動画必見ですよ。その中で今日10個覚えちゃってほしいんですけど、まあ今日はその中でも7個でこれ出てくるんで、コード、どんどん覚えて。ガズレレ YouTube 楽しんでください。このガズレレ必須コード覚えちゃったらもうね、ほんとね、もうガズレレの動画ほぼ弾けるぞって感じですね。優先的に覚えてもらうのをおすすめします。そういうわけで、今のシンプル簡単バージョンはこの7個のコードを使って、ゆっくりちょっとアレンジした、ショートカットアレンジバージョンということだったんですけど、これからですね、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。いつもこのタイミングでガズが伝えたいのは、今の4つ引きで、まず歌のタイミングとか言葉のタイミングをしっかり把握して、かっこいいバージョンに取り掛かった方がですね、いいと思いますよ。まずね、歌これ結構やっぱりこのムードを出すのね、言葉のタイミングとか、なんかの A メロのとこは、早口でちょっと止まったりなんかする。あの辺の、なんつうか、ノリがですね、ちょっと難しいんで、しっかり歌のリズム把握してかっこいいバージョン入っていきましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでは1個かっこいいコードを追加します。はい、これです。F メジャー7。これちょっと押さえるの難しいんで、初心者の方、これちょっと難しいって方は、シンプル簡単バージョンと同じ F でも全然大丈夫なんですけど、よりね、響きがいいんですよ。はい、やってみましょう。F メジャー7っていうのを押さえる場所、こことここです。ここね、見てください。ウクレレって大体ここに丸いボタンついてるでしょ。これ5、7、10みたいな形で積んでるんですけど、この5フレットのところの3弦、4弦です。こうやって押さえるのをガズはおすすめします。人差し指をちょっと浮かしておくわけ。はい。これがいいですね。で、例えば次、F メジャー7の次、G7 だったとしたら、ここからここまでの距離って結構あるんですよ。押さえてみるとわかるけど。その時にこうやって移動するわけでしょ。人差し指がここ余った、なんか先行してるだけでちょっとね、押さえやすくなるんですよ。これ、今から覚える方、この指の押さえ方がいいと思うんですけど、まあ、もちろんこれでもいいですけどね、まあ、慣れちゃえばすぐできると思いますね。はい、F メジャー7に全部、さっきの F が置き換わりますということをお伝えしておきましょう。はい。そして今回はですね、リズムなんですよね、やっぱり。この曲、ワンラストキス聴いた時も、やっぱりこの、ビートですね。EDM、エレクトリカルなこのドンツクドンツクという、この最新鋭の感じを、こう、ウクレレで表現するにはどうしようかなというふうに、まあ思うわけですけど、ちょっといろんな弾き方でやってみようと思います。まずですね、はい、これ、ドン。3連の16ビートと、16ビート。で、16ビートのチャ、あと、ブリッジミュート、カッティング。あー、今日はこれね、リズムはね、もうほんと山盛りなんですよ。はい、今な、出てるこの弾き方、これ全部解説、それぞれの動画を解説して、濃厚解説してるリンクをここにあります。はい。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説動画じっくり見て取り組んでいただければというふうに思います。まず順を追って説明しますと、イントロだけで、これね、この曲ってね、こんな感じのイメージなんですよね。ちょっと聞いてくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。タン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 。これ、タトと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 タト。これ、三連のリズムとこう言いますね。で、三連のリズムで最初から最後までやってもよかったんですけど、ちょっとね、これね、相当高難度になっちゃうんで、今回、あえて、
前奏、イントロ部分だけ3連の16ビートでやってみようというのは、そうするとこれイントロのコード出しておくんですけど、ちょっとどうなるかやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。わかる？タカタ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 、ダンダンタカタ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 、ダンダンタカタタカタ。これが3連の16ビート。これだけでも難しいんですけど、今回、さらに、これをやりてみます。ちょっと聞いててね。ワン、ツー、スリー、すっごい渋いでしょ。おとなしめのこう感じなんですけど、これ何をやったかというと、今の3連の16ビートにブリッジミュートっ て、ここにね、こう右手を乗せて音を潰してミュートする、これを加えた上にカッティングで音を止めてます。このイントロなかなか渋いんですけど、これはいろんなリズムがもう3つの弾き方が混ざってます。なんで、ブリッジミュートをしなかったらカッティングです。タツ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 、はい、今このカッティングっていうのはまためっちゃ難しいんですけど、見てて、右手はジャチャチャって弾いてるだけで、左手でこの触って弦をカチャッと言わせてます。これ、テロップで書くとこうです。カカカカはカチャってなった、これを繰り返してます。それにプラスしてこっちのブリッジミュートで、このブリッジミュートっていうのもね、こういう音を鈍くさせる効果があって、これを混ぜてますね。はい、これちょっとね相当難しいんで、段階を得てこれだんだんやっていってください。ちょっと難しいなと思った方は16ビートでいいです。基本的にこの曲は16ビートです。まあ言っときますけど、16ビートでも難しいですけどね、こんな感じでも全然いいと思うんですけど、ちょっと今回提案として3連の16ビートプラスブリッジミュートプラスカッティングで前奏はやってみることにします。はい、そして A メロの初めてのルーブルーは、これはね16ビートです。普通の初めてのルーブルーはなんてことはなかった。はい、チャン入ってないやつね。これをですね、もういっぱいあるけどと、この、要は A メロ、B メロみたいな感じで、前半のバースではこのチャン入ってない16ビートを、でずっといこうと思います。そして、あのサビっぽいところ、あの、ノリが急に出てくるところから、一気に16ビートのチャッ、プラスカッティング。このカッティング、ここもね、かっこいいんですよ。ちょっとそこをやってみようかな。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、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 忘れたくないこと。ドン、スタッチ、パスカスカ、パッチ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 。これもキレがあるカッティングが入った16ビートのチャーがかっこいいんですけど、ちょっとゆっくり分析すると、めっちゃ難しい。ちょっともう一回やってみましょう。せーの、タツタタカタツタツカチャカツカタツタチカタツタツカチャカツタツタタカタツタツカチャカツタツタチャカタツタツカチャカツ。これはかなり難しい。カッティングのフレーズ、タツタチャカタツタタチャカツタツタチャカタツタタチャカツ。こんなビートが出せれば最高なんですけど、これもちろん難しいんで、まずは16ビートのチャで。はい、16ビートのチャでまず決めてみましょう。慣れてきたらちょっとずつカッティングを入れるところ増やしていく、こんな感じでやるのがいいと思うんですけどね。はい、そういう感じでこうだんだんなんかこうリズムが盛り上がってくるテイストを出したいなというふうに思った次第でございます。はい、そういうわけでいろんなリズムがね、まあ登場して、それがこうグーッと書きました。それにあと、伸ばすっていうところが結構効果的に出てくるんですよ。この、宇多田ヒカルさんの音源を聞いてもですね、この、すごいこう空間を感じるっていうかですね、音があえて出てないところをデザインしてるみたいなところがあると思います。こう音を伸ばすところとか、
なんかそういうところもこう、このなんつう、うねりの中に加えていく。そしてやっぱ歌詞の世界観もちょっとふんわりしてて、なんか幻想的なムード。そういうなんか、歌詞の世界とこの曲の、このうねりというのがこう混ざって、そしてまたさらに映画見た方はですね、その映画のなんかこう、ムードも、感情と一緒にこう、演奏していくというのが、いいんじゃないかなというふうに思います。このですね、エレクトリックドラムミュージック、つまり EDM っぽい、このデジタルな感じを、このアナログのウクレレ一本でどういうふうに、こう、なんつうのか、ダイナミックに、こう、なんつうのかな、アレンジできるかっていうところが、またこの曲のね、面白いところですね。まあ、いろんなこう、イメージも重ねて重ねて演奏してみましょう。それでは行ってみましょう。One Last Kiss、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる !One, two, three, four.この曲のこの、ほんとリズム感とかビート感、ドン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 、これをこう、ウクレレ、ダッ、ダッ、ダッ、こう、体中からこう、ビートを刻んでいく。リズムというより、これビートっていうね、表現がすごく合うかなと思うんですけど、そこに入ってくるあの、透明感のあるメロディーと、ちょっと幻想的な歌詞のムードと、あれがもうね、もうたまりませんね。これ何回もやっぱり練習して、まずパートごとに分けて、いろんな弾き方が出てくるんですけど、まずはこう階段を登るように、自分ができるところからこう重ねていくのがいいと思います。思いっきり歌っていきましょう。はい、それでいつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレと、初心者様に最適なガズの初めてウクレレ、あとセミオーダー、ガズのね、リリースしてるウクレレの事前予約販売と注文がですね、明日、さあ、再開されることになりました。お待たせしました。2021年3月19日の正午、お昼正午ぴったりに、このページにて、ご案内が開始されるので、ぜひとも、ご注目ください。先ほどもちょっと、ご案内したんですけど、この、幻冬舎大学×ガズレレの、このオンラインレッスンプログラムのご案内、これまだね、やってます。皆さん、これぜひチェックしておいてください。概要欄の方にもね、リンク貼っておきます。そしてですね、はい、これ、このリッドミュージックから出てるこのガズの
の、赤、青、黄色みたいな信号機みたいなこの本のこの緑のバージョン、これがですね実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって4月14日に発売になります。なんですけどこれ現在、Amazon とか楽天とかその辺の、オンライン書店をはじめいろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっとあの概要欄などに貼っておくんでちょっとこれ、見といてください。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使ってる方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あのホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。